ネメシス19プラス FG 天然芝用のレースレスのプレミアムモデルになります。カラーはフットウェアホワイト、チームロイヤルブルー。ネメシスは何回かカラーアップデートがされているのですが、2020年今現在延期になってしまいましたが、ユーロ2020に合わせてユニフォリアが発売されています。19プラスは前作の 18.1 のアジリティバンテージからテーションテープに変更され、伸縮性とホールド感を兼ね備えて、足全体が隙間なくホールドされ、一人一人の足に馴染むようになっているそうです。あと何といってもこちらのハイカット部分、このレースレースモデルは、ハイカットにすることで甲から足首までしっかりとホールドされるみたいです。FG モデルは、セパレート型のスプリットアウトソールとトルションシステムインソールボードを採用して、軽量化、柔軟性を実現し、着地から走り出しまでスムーズな重心移動が可能になりました。高反発で強度、耐久性があり、抜群の反発性、瞬発力やクイックなドリブルを最大限に活かすスパレートタイプのアウトソールになっていると思います。履いてみました。僕自身紐のないスパイクを気になっていたのですが、少し抵抗がありました。ただ、履いてみたところ、この中にサポートバンドが、あるため、足首がしっかり固定されるイメージがあります。また、より伸縮性が増したので、足を入れた時にスムーズに足が動く印象があります。でこの踏ん張った時にこの跳ね返りがすごい印象があります。テンションテープに変更されたことにより、アジリティ本来のクイックネスとかターン、また足にダイレクトに伝わるボールタッチの良さをより引き出してくれるんじゃないかなと思います。